全く選挙無関心だった本人がちょっと勉強。投票する側から必勝法を考える。自分の選挙区でシミュレーションしてみよう。その前に比例代表とは選挙の基本のお勉強。176議席ってことね。名前と政党名を足すってことね。各党の得票率に応じて議席が配分。全国それともブロックごとどっち？候補者は全国9つのブロックの中から1つ選ぶのね。小選挙区と比例代表両方立候補できるの。お金かかるのかな。だんだんわからなくなってきた。自分は神奈川だから南関東ブロックだね。定数は23人かな。1人増えたかな。小選挙区選挙単体で300万円、比例代表選挙単体で600万円必要です。なんじゃそれ。重複立候補となると比例代表分が300万円になるので合計600万円で済みます。であれば重複立候補にしてしまった方がお得と言えるのかもしれません。勝ち目なければ倍の600万円で、そして順位上げてと党にまた金出せとせびられるということだね。直樹投手に代わって勝手に予想してみた。立候補予定者12名、比例9名、小選挙区3名、当選当確5名。日本保守党は12名を早急に集められるか。本当の侍が現れるのか。それが一番の問題だ。